ました。道の駅葛城西。うん、ねえ、なんか買って帰るかな。カフェ買って帰ってそらない1尾だけでもさばこうかね、食べるか。遠く感じひんわ、まあ、100キロ仮装に出たいけどね。俺でも往復3000円、だから乗ったから飲んちゃうかな。どう帰ろう。五条で降りて吉野まで帰るか。桜井まで帰るか。まあどっち回っても一緒やけどね。
ぼーっとしようね、眠たいね。6時間7分10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 分。この前コンビニ行くし当たった、強強打破でも飲むかな。ファミワクチンで2本当たってん前にね。なかなか強強打破飲んでこう元気つけて何かするのないやん。だから飲んでなかったよね。からやと、うちまで何も30分40分ぐらいか。たらんてたらマジで。激強だはんってやるから。持ってきてけどね、一応眠なったらあかんと思って。飲むかな、悩むな。これもね、もらったけど、賞味期限が、まあ来年5月までいけるけどね。こんなもん使ってまでドライブすることないからな。
9時前とかに食べることあるから帰ってから炊いて作ってもいいんやけどね。新鮮なお魚パパンとさばいて、そうしようか、頑張ろうか、頑張ろうか、マジで。まあ、頭の中に一つレシピが湧いてんねん。下ビラメ、下ビラメをムニエルしてもいいなと思ってる。で、なんか一匹さばいてお刺身にして、で、あら汁、下ビラメの頭とそのさばいたお魚のあらで、あら汁とって、でもいいし、昨日の小味をベベッと揚げてもええしね。揚げるのなんかあっちも揚げられるから、そんなに揚げやんでいいから、なんか3尾ぐらい揚げといたら1人2切れぐらいだったらそれでいいし、どうしようか。1時間また作れるやろ。陛下のブルーギルを持って帰ってどうのこうの、なんだそれ。ロードスター30周年記念ってなんやそれ。そのニュースが気になったりする。橋本東か、これなんかそれ大怖か。でも寿司かって書いてもいいな。吉野ストアで見切り品探して帰ろう。せっこお寿司とか見切り品になってへんかな。ショッピングセンター増えたな。こういうとこ来てもいいよね。橋本やったら1時間かからんからね。いろいろちょっとあっちゃんもね、行動範囲を広げていこう。港とか歩いてね、万歩計つけてきたよ、久々に。忘れとんねんけど、パソコンのとこ座ったら万歩計あったからつけていこうと思って。3200歩しか歩いてない。もっと歩いたかもだけど。3000歩歩いたら、まっちゃったら歩いた方がいいね。
1キロ渋滞、よし、三好の降りよう。そこ混むよ、いつも。うん、吉野伸びて、吉野伝えて帰るわ。ってことは、五条で降りたらいいのかな。五瀬、じゃあ五条。うん。風の森っていうところみたいな。次かな。五条来て、もう一個向くやもう繋がってんねんな、ここ。JR 五条か。ちやね。国道370号線、その先国道169号線が通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。